どうも、エルザレットです。それでは、イーストワード続きやっていきたいと思います。まあ、とりあえず、ロケットはゲットできなかったというか、まあ、そういうオチだよねって感じだったんで、進めていこうかな。ロケットを見つけられた、絶対にあの幽霊列車を圧倒できる。お？この機会は少々踏む。さんはやっぱり外で待っていてくれるかい？何でしょう。朝顔、いらっしゃいませ。私は朝顔、朝ってまでがお買い得ですよ。何かお買い上げですか。何か買う。あ、買えるんだ。あ、でも別に強化できるものもないし、バックのアップグレードができないのか結構辛いね。素晴らしい、お見事。あなたは私の最高のお客様です。何も買ってません。何も買ってません。さんはダニエルと同じぐらいの年かな。もしかして君も拾われたのか。もっとそっち赤ん坊、あ、坊ちゃんの車両だ。入ってはいけないぞ。はい、じゃあ左側に戻る感じか。はい、左まで戻ってきました。じゃあじっちゃんに話そう。はい、じっちゃん、若き映画ファンよ。ロケットは見つかったか。とにかく今日はもう休むんじゃ。誰かを呼んで案内させよう。休む、なんもなさそうだしね。ここがあんたたちの部屋だ。ウキ、探しても無駄だぞ。テレビはない。人間はテレビの前から離れなくなる。ウキ、プロデューサーにテレビを置くなと言われたんだ。いやいや、自我があればちゃんとテレビ見ないままになりますよ。アルバたちは未来に行けたかな。続く。ちょうど霧がいいところで終わった感じだったんだね。お？ソロモン、退屈な演技だ。感情が見えないし、情熱が感じられない。死体がクソを食べてるのを見る方がよっぽどいい。後ろのやつは何をしてるんだ。こんなダサく面白があるのは子供くらいだぞ。え、ソロモンってあのソロモンじゃないの。ああ、また特撮か。全く面白みがない。いつまでこんな退屈なものを撮り続けるんだ。バカバカしい。このヒゲ男。列車では見かけなかった。なかなかいいぞ。こいつだ、あの小娘だ。どこかで見たことがあるような。おや、また壊れたのか？このオンボロめ。また交換しなきゃいけないのか。何年経ってもちっとも進歩がない。ここに座って、こんなつまらないもので時間を無駄にして。誰だ、無礼者め。俺にそんな口を聞くな。その短気なところもちっと変わらない。出てこい、手を出してもいいんだぞ。あ、マザー、まさか、ありえない。消えたはずだ、自ら旅立ったんだぞ。まさか、さっきの小娘。時間よ、工場を開きましょう。でも自分の使命を忘れてはいけないわ。いや、同一人物っぽいな。彼らはイザベルという女性を探してる。イザベル。まさか、ロケット騎士のイザベル？どうすればいいかわかるわね。はい。あのおもちゃを用意して。彼女はまだ、目覚めの途中。はい。
でも全然年齢差があって違うよね。でも時間が経ってって言ってたから時間が飛んでるってことか。早く来い、このリサイクルゴミめ。言いようがな。坊ちゃん、何かご用ですか？点検は終了しましたよ。点検なんでどうでもいい。工場の完業を開始しろ。創業か。じゃあ、本当にやるんですか？あの子たちは見逃すんじゃなかったんです？なんだ？今なんて言った？俺に？命令してるのか？そんなつもりは。奴らに同情してるなんて言うなよ。坊ちゃん違います。あの子たちは確かにやんちゃですが、ただの猿なんですよ。どうか痛めつけないで、私の子供たちを。黙れ。あのバカどもはどうなるか見てみるがいい。再起動中。おお、あ、なんか悪そうな目になったな。ソロモン指揮官命令を。ふ、これでいい。ボス、準備はできています。ボス、ボスと言ったか？俺は指揮官だ、このバカが。待ってるよ。もうなんか、こじらせた感じすごいな。あ、でも、そういうことか。列車の前が工場になってたってことか。はあ、俺の忠実なるしもべたち。時は来た。工場が完業を開始した。創業だ。そう、缶に見えるんだよね。缶、創業だね。はい、創業開始した。栄えあるたたりの収穫を始めよう。その前に。命令だ。あの白い髪の小娘を捕まえろ。了解です、ボス。いえ、指揮官。それで、他のものはどうしますか？他のもの？猿のことか。奴らも捕まえろ。全員だ。一匹残らず捕まえるんだ。二度とあんなことができないようにお仕置きだ。クソ映画を撮った者の末路を見せてやる。クソ映画ですか。黙れ。ぼーっとしてないで早く行くんだ。はい、指揮官。ジョン、起きて、ジョン。外で何かあったみたい。見に行こう。あ、ちょっと待って。ソロモンさ、その、ソロモンっていうかさ、霧のところでさ、時空の歪みが話があったけどさ、あそこで時空が歪んで、年取ったっていう解釈もできるのか。なかなかやな。みんなも外いるよ。ウキー。彼らは何もしておらん。わしらにあの人間を守る義理があるぞ、ウキ。もっちゃんの命令に逆らうってことかい？奴らが来たぞ、ウキ。お二人さん、リーダーが、いや、指揮官が話したいってさ。パボロ。何、何の話？来たよ。あいつらが来た。ウキ。奴らを捕まえろ。あ、ジョンの武器没収されたらこうなるの？ジョンじゃん。懐かしのジョンじゃん。どうして私たちまでこの不快な檻に浮き？誰かさんが言うことを聞かないからだよ。彼らを差し出そうと言ったじゃないか。こんなところに閉じ込められて。まるで動物じゃないか、浮き。浮き。ペラ、怖がらなくていい。俺が守ってやる。
うわ、早いな。ビビるまでが早かったな。威勢がいい割に雷が怖いんじゃな、ウキ。大声出すなよ。俺は大きな音が嫌いなんだよ、ウキ。そうじゃ、他の人間はどうなったんじゃ？きっとテレビの前っすよ、ウキウキ。あー、爽快だ。列車でシャワーなんて贅沢なんだろうね。おや、これは牢獄のシーンかな？際どいね。ウィリアム、助けて。助けたいのは山々だが。え、この状況じゃ私にできることはなさそうだ。いや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 。かっと。困るよ、そこの二人さん。ここまでいい感じだったのに。もう、イライラする気。何？分かってて出ないかったってこと？さっきの涙は良かったわ。ゾクゾクしちゃった。そうか？へへ、だいぶ練習したからな、ウキ。うん、ジョン、ウキ。君に多くを求めすぎているかも分かっているが、確かに、でもまた求めるっすね、ウキウキ。うるさい、ウキ。とにかく、君、坊ちゃんを倒してくれないか。さもなくば、私たちはまたあの工場に戻される。それじゃあ、さっき乗って、全部本当のこと？全部本当のことっすよ、ウキウキ。私、武器を渡しちゃった。大丈夫、心配ないさ、ウキ。武器はきっと道具車両に捨ててあるはず。帝国無比なジョンならすぐ見つけられるさ。ジョン、そうだろ。だから僕たちを助けてくれ、ウキ。頭の上が光るやつに気をつけるっす、ウキ。ウキゲッチュ。ウキ、サルゲッチュじゃねえか。久しぶりに思い出したわ、サルゲッチュじゃん。ウキゲッチュか。なんか変える？バック強化したいよ。すすすすす。ちょっと待って、そうなるよね。いけなくね。いや、だってそうだよね。タイミングシビアすぎんか。はい、ゲットはした。大丈夫。アイテムゲットすればもういいっすから。もう用ないっすから。ないっすから。あ、それダメ。リトルナイミトメアとかちょっと思い出すな。サンちゃん、サンちゃん。マジでサルゲッチュじゃん。リポサルいいんじゃん。リポサル。まさかな。やたらなんか日本の映画をと思ったけど、どういうことか。あ、無理だな。あ、ま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 あって言ってるね。あ、やっぱそうなる。ってことは、こっからそれは長いって。
よし、行こう。スイッチオン。うすうす。うーそ、あった、今、光。違う、あれか、猿のライトか。うん、ギリギリ、ギリギリライト当たったんだ。取りたいじゃん、宝。この宝取りたくなるじゃん。お、そういうフェイントあるのね。ギリギリ、よしよしよし、上級パーツは大事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 。よし、ってなると、サンちゃんがこっち行って、踏みます、積みます、合流。スイッチドン。二つ。いや、三つか。やばい。めっちゃ来るじゃん、あいつ。あ、こうだな。よし。最後マジ。よし、いけ。そうだ。ブーン。あ、それ下がって、そう。うそ。危ねえ。ここまでやって捕まるのは嫌だ。ブチギレてた。めっちゃキレてたよ。っていうことは、あの赤がどう動いてくるかだな。こんだけ時間経ってると戻ってきそうな気がするんやけど。意外、あ、ギリだったね。あれ、時間との勝負だな。それ、ジョン絶対見つかってたと思うんだ。うん、俺の缶絶対見つかってたと思うんやけど、はい。はい、バンボン。寄せるのは、寄せるよね。寄せて、ブチ切れてる間。これ、自力で行くってことか。いけた、普通にいけた。
じゃん。はい。二人が脱走したぞ。ジョン、こっちだよ。きっと工場へ行ったんだ。おい。うん、あとは武器だね。いなくなったみたい。ジョン、さすがだな。あ、スパイ映画みたいな感じだったね。一瞬走馬灯が見えるような気がしたよ。ウキ。だけどこれで逃げ切れたわけじゃない。二人とも、私たちがやる。任せて。英雄の出番だよ。ジョン。なんか忘れてないかい？これ、ジョンの武器だよ。安心して、弾は取ってないから。それは取ったらダメだよ。で、ジョンは武器を取り戻した。で、ジョンが牙を向けてます。それに余った弾も見つけた。役に立つといいな。待て、ウキキ。行く前に、これも受け取ってくれ。何これ、バッテリー、コグシューターを手に入れた。武器メニューからやろ。なんかやばそうなやつが手に入ったんやけど。小道具として使った武器だ。使ってみたけど危なすぎることは分かってね。君みたいな立派なヒーローなら使いこなせるよ。奴らは叩きのめしてくれたまえ。はーい。え、やば、マジでやばいやつじゃん。これで全部武器が揃ったわけか。いや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 、いや問題しかないよこれ。だってチェーンソーでしょ。ちなみにこれは うわやばうわやーば、いや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 、やばいとかのレベルじゃなかったよ、もう。ああ、勝ちですね。ああ、勝ちですね。おお。ちょっと癖は強いけど、癖は強いけど、強えわ。単純に強え。これ普通に、はい、ドン、いけ。あ、やーば。うわ、引っかかるんだ。強いわこれ。まあでも銃の方が火力は高いんだけどね。これ何なんだろうね。あん中に子供入ってんのかな、もしかしたら。ぐるぐるーって感じ。あ、じゃあ1、2、あ、そうだね、やっぱ2発銃の方が火力はあるね。レベルが低い分って感じかな。持っちゃダメでしょ。
ただ一番いいのは動きが止まるのがいいね。体力高いやつに対して。追撃が狙えるっていうかさ、強いわ。ちなみにソニックボーイあるの？ソニックボーイはそうだね。あれ、話しかけなかったらどうだったんだろうね。あ、サンちゃんごめん。置いてって。中ボス戦そろそろ来るんじゃない？痛い痛い痛い。そのゲロみたいなやつ。痛いんだよなぁ。こうなると。あれだな、むずいな、いてー今カタカタカタ、これが強いでとりあえず当たればみたいな感じではある。あ、ハートあと2つだね。どうしよっかな。弾4、ソニックボーイ呼ぼう。使う割に弾補充されないからね。あー、中ボス戦っぽい気がする。いや、これめちゃくちゃ便利だわ。ただ低いから当たんないっていうね。イエーイ。あ、強えわー。この部屋、待って、彼女はここにいるんだよね。彼女？あ、まあ、ここにいたの。あー、対象分析。マザー、お帰りなさい、マザー。録音再生。うじ虫どまめ、ここまで来られるとは。だが、これを録音しておいたぞ。はははは。イザベルの居場所を知りたければ？イザベル。ふふ、イザベルなお叫んだな。彼女の居場所を知りたければ、東の車両へ来い。サプライズを用意した。ねえ、イザベルはどこ？イザベルの居場所を教えて。検索イザベル。データが不足しています。データが不足しています。ってことは、ただのおとりっぽい気もするね。じゃん、東の車両行かなくちゃ。これはなんだ？めっちゃ気になるな、あの脳とかね。そうだな。弾補充にしとこう。結構使う。消費が激しい。あ、ピザがある。ピザってあるんやね。文化的にね。はい、セーブ。これまでいくつものイカれた記憶を見てきた。世の中には本当にイカれた才能を持つ者もいるものだ。はい。
れ意外とボス戦？まさか。ああ、ボス戦ですねバカめ、まんまと罠にかかったな。イザベルはどこ？アルバは？二人はどうしたの？イザベル、イザベル、アルバ、アルバ。他に言葉知らないのか？お前と他にも話したいことがたくさんある。マザー。私はサンだよ。誰かのお母さんなんかじゃない。お前、覚えていないのか？なんか、滑稽な感じだね。あれだけのことを、あれだけの災難が起きたのに。お前は、覚えていないだと？まあいい。それなら、この俺が汚れ役を引き受けてやる。お前たちを葬ってやる。イエーイ！そういうやつ。いや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 、無理か。うえぇ！ガンガン、ガンガン撃ったれ、ガンガン撃ったれ。これさ、意外と？ボンバーマンじゃないけどさ。めっちゃダメージ高くない？なるほど。いや、サル、バナナ爆弾。痛い。これはちょっときついね。いやマジか。弾薬買っといて正解。ちょっとあのバナナ爆弾自分でも食らってるじゃん。何か落としたりとかはしないんだね。おうおう。おら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 、タコ殴りじゃお前は。おらおら。もうゴリ押しよね、こういう時はね。はい、ソニックボーイ。あ、箱の形が違う。で、バナナミルク。いやー、マジか。それ、火柱は効いてない。ライフ高っ。ファイルクッキー食っといて。爆発が強すぎるんよ。やば。痛い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 。もういい、もう、もう、もう、これでいい、これでいい、これでいい。よし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 。切り刻んでやったわ、もう。
ただただ強かったで。手ごわいな。イザベルとアルバは？大事なイザベルとアルバの行方を知りたいか。そんなこと俺が知るわけないだろう。叩きのべすか。やめろ、もういいだろ。俺の知ってることなら話してやる。確かにイザベルはここに来たことがある。でも、それは随分昔のことだ。とっくに未来に向けて出て行ったよ。あ、やっぱりあれだ、列車で、時空の歪みっていう話がちょっと出てたけど、やっぱあの地点で何回も何回も何周してるうちに、時間が進んでるんだ。あー。だからソロモンが成長してたんだね。マザー、本当に何も覚えてないのか？人違いだよ。ソロモンの鍵。力だって。ウキー、とんだ状況じゃないか。二人がいなければ、わしらは皆おしまいじゃった。じゃが、どうすれば二人を助けられるのか。イザベルを見なかった？イザベル、イザベル。聞き覚えがあるような。ウキ。私知ってるわ。彼女ロケット騎士よ。ウキー、そうじゃったか。探しておるのか。イザベルに会ったことがあるの？彼女がいたのは私が生まれる前の話なの。うん、やっぱだいぶ時間進んでるんだね。古い脚本に彼女の名前が出てきたのを読んだのよ。ベラはこういうことに関しては詳しいよね。正真正銘の才能だ。そう、じゃあ、わしも思い出した。武器。わしがまだ知らのない若きスターじゃった頃、彼女のロケットはこの列車に衝突したんじゃ。お前たちのチビ列車と同じようにな。ウキ、お前さんたちは彼女に何の用じゃ。でもそんなのありえないよ。彼女がダム城を出たのはほんの数日前だもん。君たちは勘違いしてるんじゃないか。昼の中では時間の流れが乱れて予測不能だ。ここでの1時間が外での1分ということもある。あるいは1年という可能性もある。それじゃあイザベルは今どこ。わしの記憶が正しければ、彼女はそう長くいなかった。ついてすぐに出て行ったんじゃ。彼女はロケットを置いて行ったんじゃなかった？ああ、置いて行ったのか。おお、そうじゃ。しかし、どこじゃったかの、ウキ。坊ちゃんに聞いてみたらどうかな？坊ちゃんは当時、イザベルに興味を示していたよ。彼は今、他の人間と一緒にテレビを見ているわ。聞いてみても害はないはずよ、ウキ。また、いろいろと、情報が変わってきてますね。テレビはこっちだよ。テレビはこっち。あ、いと。猿顔になってる。これは面白い。この番組は最高にウケるな。ソロモン。どけ、白髪頭のチビ見えないじゃねえか。おや、お前たちか。お前たちもテレビを見に来たのか。こんなに面白いとは知らなかった。イザベラのロケットはどこ。あ、ソケット、ここで使いたいのか。ここは当たってくれ。ここはもう使ってる。何をする。ビスケットモンスターが登場するところなのに。どうしてこっち見るんだ、バカが。喧嘩したいのか。いいとも殴り合いだ。イザベルのロケット、どこにあるの。イザベル、久しぶりに聞く名前だな。そうだ、リモコンをつけたはずだ。どこに置いたか。そうだ、俺の車両の中だ。よく思い出せたぞ。じゃん、行ってみよう。待て、面白い番組の途中なんだ。テレビをつけてから行け。行こう。でもさ、このソロもまた老けてない？気のせいか。じゃあちょっと、前の方に行こっかね。
飛ばせたね。だいぶ飛ばしたね。ありがてえ。ダニエル。来たね。先にいろいろ見つけてたってことか。拝借中やね。やった。これであのキル抜けられる。やったぞ。宝のきらめきをじっくり調べてやる。おや？このスイッチは？しまった。あれ絶対壊れるよね。お。ワンパン。あ、リモコンだ。このリモコン動かない。あいつまた私たちを騙してるのかな。僕に見せて。ああ、電池切れだよ。ちょっと待って。電池買いでそんなことするのね。よし、どうぞ。フェイズタイム。どうもこんばんは。愉快なウジ虫ども。ソロモンの知識の館へようこそ。ウジ虫、ひどいな。素敵な言葉をどうも、社会不適合者さん。言うね。え、クイズ番組になってる。最近視聴者がかなり減ったことに気づいてね。そこで今回特別な商品用意したぞ。なんだと思う？みんなが羨ましがるソロモン様の宝物。どんなさ、願いも叶えてくれるランプ。収穫の時に見逃してもらえる権利。あー、やっぱ収穫に関わってたんだね。全部外れ。そんな退屈なもの特別とは言えないね。打ち勝つのいいラスボスだな。もっと怖い人とかと思ってたよ。特別な商品、それは、イザベルのロケット。ポテか。聞いたか、ウジウジのあのイザベルのことだ。ロケット、聞いた？ロケットだって。ほら、指がピクピクするほど欲しいんだろ？それでは始めよう。第566回。560回。ソロモンの知識の館。うん。第1問。東にある輝く真珠の別名は？え？え、白芸。未来。白芸子。昔の名前だ。ダニエル、どう思う？白芸子は作動を初めて会った場所だね。早いものだ。やっぱりいいかな。さて、私の勘ではこれは罠だ。以前は港だったが、今は山になっているはず。未来の港が正解な気がする。じゃあ答えは B だ。え？あ、俺も普通に答えんのか。どうしよう。真珠。真珠か。いや、白芸行でしょ。いいか？正解は白芸行。間違ったやつは大バカもんだな。外れだったね。し。こんな簡単な問題、それでも間違えん。商品は手に入ると思っているなら、あーまあ、癖、多い、途中が多い。第2問。未来への道は霧の下に隠れている。では、霧が俺たちから奪うものは ?A、方向、B、時間。B ですね。方向かな。運転してた時、霧のせいで視界は悪かったから。そっか、じゃあ私も方向にするね。いやいや、時間ですから。いやいや、それは圧倒的時間ですから。正解は時間。はい、正解です。方向選んだ無能いないのよな。フォームアップありはスピードアップするぞ。第3問。我々が人間を収穫する目的は何だ？ A、人間を滅ぼすため。B、高度な人間を作るため。
だって収穫してそれを養分にして作ってるみたいな流れだったよね。え、 B かな。一気に食らえないようになったな。どうして急にシリアスな雰囲気になったんだ。まあいい、 B にしよう。違いよ、収穫はオルボス以外に得るものはないもん。わかったわかった、ただの冗談だよ。まあこっちだな。正解は B、 高度な人間を作るため。あー、やっぱ収穫ってそういう意味か、養分に変えるってことだもんね、刈り取って。違うよ、何も作り出してない、破壊してるだけだよ。一部のバカ、この問題は間違えたことだろう。だが他に正解があると思うか。お前たちは逆立ちをしても理解できないだろう。さて、そろそろクライマックスだ。これで最後の問題、永遠の問題、宇宙の究極の問題だ。世界が完全に暗闇に包まれた時、みんなを照らす光となるのは誰？ A ソロモン様、 B ソロモン様。え、これ冗談じゃなくて、答えたくもないよけどそれじゃラケットが手に入らないね。いいよソロモン様、ほらジョンもそう言ってる。ホースだけ押してあげよう。うん、わかった。それではみんなの答えを聞いてみようか。なんという展開だ、ウジ虫どもから全問正解者が出たぞ。泣かせてくれる、お前は苛烈な生物の誇りだ未来から来た狂人でなければ両親に背いた大バカ者ということだ。ともかくおめでとう。さあ今日の特別商品だ。あ、突撃してるから頭の部分がぶっ壊れてる。ザベルのロケットだ。今回は本物だ、運が良かった。これでパワーは十分だな。本当？あ、あれだ、列車の時にさ、同じカービン号のはずなのになんかパーツ一つ増えてるなって思ってたら、これだね、これが上に乗るんだね。アイアンカービン号のスピードにロケットの爆発力が加わればうまくいくかもしれない。問題はね、燃料だね。そんなにたくさんある？やってみないとわからないさ。ダニエル？あ、はい。僕からはお前に任せる。うん。ダニエルはそういう意味では機械の才能すごいよね。来たな、ウキ。これは？みんないるけど？イーストワード、夜行列車だ。何それ？次の超大作映画だよ、ウキ。お前たちの活躍をフィルムに残すことにしたんじゃ。霧から晴れた訪問者っすよ、ウキウキ。そして、時間にとらわれし者たち、ウキ。さらに、世界を破滅から救う者たちだ、ウキ。みんな。お前らの言った通りじゃな。大災害が起き、友を救いに未来へ向かう。ウキ。君たちなら必ず成し遂げられるさ。うん、私たちならやれるはず。幸運を祈るぞ。栄光ある勝利を知らせて待ってるよ。封切り前に戻ってきてくれるね、ウキ。これでいいよ。ブレーキは完璧な状態だ。さすがの腕だ。思ったよりも簡単だったよ。だけど本当におかしいな。ロケットだ。動力装置は単純なのに救命装置が3つもついている。妙だな。乗組員の安全を気にかけているのかな。まあいいだろう。どうやら出発するときだ。
今はロケットが動いているか違いがわからないけど、ロケットはすごくたくさん燃料消費するんだ。だから必要になるまで使わないよ。完璧だ、ダニエル。さて、あの派手なやつはどこに行った？あそこ、霧だ。うん、なんかやっぱ見た形これだったもんね、後ろのやつはね。さあ、旧友との再会だ。ほら、ダニエル、準備はいいか？了解、加速するよ。出力 50%、70%、90%、 分速前進。追いつかれちゃう。ロケット推進装置起動。おお。ダメだ、追いつかれる。早く、もっと早く。冷却が間に合わない。エンジンがダメになっちゃう。そう、あのコインがあれば。あ、まさか。ラッキーコイン？ね、熱が安定してきた。どうして？今気にするな。できるだけ加速するんだ。いやいや、ラッキーコイン万能すぎるやろ。引き離せたみたい。どうやら成功だ。このまま行けば未来にすぐ着くぞ。寒さとは温度の低さを指すのだろうか、温度の不在を指すのだろうか。未来は時間が凍ってしまったかのように冷え込んでいる。ここは希望も辛抱も報われない、この世の果てだ。戻ろうとしても道は雪に埋もれている。地平線の彼方にかすかな光が点滅している。あれは何だろう。イザベルだろうか。アルバもいるのだろうか。ジョン、急ごう。あの光に追いつこう。ギュッと。はい。ということで、今回ここまでです。まあ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 、なんとか脱出できたって感じだね。まあでもさ、結構まあ話が佳境になってきたね。もう未来に入ったし。ただ、かなり時間差があるみたいな話だったから、どうなんだろうね。気になるところだね。はい、ということで。そうだね。だいぶちょっとね、1話ずつが長くなってきちゃったね。だいぶね。なんで、なるべく切りがいいところで切ろうとは思うけど、まあ話優先でやっていきたいと思いますんで、まあ気長にゆっくり見てもらえればと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた次回です。バイバーイ。